日本近畿地方大阪府八尾市服鳥川服鳥川は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は服鳥川1丁目から服鳥川9丁目と大座服鳥川。現住所表記に変更される前は全域が大座服鳥川だった。かつては現在の東町の一部、東山本新町の一部も含まれていた。 両政国一覧機内河地国、高安郡、服部川村旧高安郡の仙塚、八幡、大久保、服部川、郡川地区あたりには、古墳時代後期の小規模の古墳が多数存在しており、これらの総称として、高安仙塚と言っていた。また、大阪と奈良を結ぶ古い街道である、立石街道と、大東越がこの地で分岐している。河内官名初期には、 服部川村山城三条は、立石古市ふもと派戦塚なり、大石にて塚穴をこしらえ、何も南向きに口ありて、乗りせがりとある。村の東方、高安山山頂付近に古代高安城、中世市議山城出城があったとされ、河内市に、高安古城在服部川村上方、続古式出城とある。小法郷町の写しとされる、 河内国一国村高会町国高は932国余り。これには南隣の群川地区の分も含まれている。分村後の国高は559国余り。江戸時代以降、幾度か支配者が変わり、漢文9年に淀藩領となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で中高安村の大技となる。昭和47年の 現住所表記施行時に、西側の一部が、東町の一部、東山本新町の一部となる。服鳥川地域は、東西に細長く、西側の山麓では、南北は500メートル弱で、東西は2.5キロメートルほど。町域は高安山山頂周囲まで続く。町内の一番西を、大阪外環状線が通り、その東を、東高野街道が、 南北に通る。立石街道が東西に通り、中高安小学校の前で立石街道と大東越が分岐する。山陸部では東西に近鉄市議線が通り、地区の中心部に服部川駅がある。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。なお、大技ハッ川は、 多町町と合算されているため、含まず、国勢調査による世帯数の推移。大和在八鳥川は多町町と合算されているため、含まず、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。